市民メディア宮崎 CNN のニュースの時間です。キャスターの宮崎花子です。8月22日の夜、宮崎市の大淀川河畔で第61回宮崎納涼花火大会が行われました。8月上旬の台風8号の雨による影響で延期されていましたが、22日は天気も良く、約7000発の花火が夏の終わりの夜空に上がりました。その模様をご覧ください。
でしたか？とても綺麗でしたね。夏休みももうすぐ終わります。良い思い出ができたことでしょう。市民メディア、宮崎。CNN のニュースを終わります。宮崎花子でした。